心安らいで生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今日は鳥取県梅王寺住職倉滝英信さんの命をつなぐというお話です。あるお檀家さんの葬儀でのことです。その女性は110歳を超えた大往生でした。明治、大正、昭和、平成、令和と5つの時代を生き抜いたお顔は、お人柄を象徴するかのように穏やかでした。通夜の際、あることに気づきました。棺の中に毛筆のメッセージが入れてあるのが見えたのです。おそらくご遺族の思いのこもった言葉ということは想像できました。無事葬儀を終え、喪主であるお孫さんに尋ねてみました。メッセージはどなたが書かれたのでしょうか。あれは私の妻が書いたものです。私は奥様に何が書かれているのか教えていただきました。おばあちゃん、いつも心配してくれてありがとう。おばあちゃん、みんなを勇気づけてくれてありがとう。おばあちゃん、命をつないでくれてありがとう。3つのメッセージは感謝の思いに満ち溢れていました。奥様から生前のおばあ様のことをお聞きしました。施設にお見舞いに行くと笑顔で迎えてくださり、いつも家族を心配なさっていたそうです。その心遣いの背景には、おばあ様が早くにご主人を亡くされ、晩年には息子さん夫婦も他界されるという、悲しい経験から生まれた慈しみの思いがあったからでしょう。おばあ様の存在は家族にとって大きなものであり、その思いはお孫さん夫婦にしっかりと継承されたのです。今、このようなご家庭は少なくなってきています。家を代々守っていくことが当然であった時代は終わり、子を守っていくことが第一となりました。少子高齢化が進み、またコロナ禍の制限の多い暮らしの中で、私たちは目の前のことに精一杯です。家族のありようも変わり、代々の命をつないでいくことが困難になってきました。近年、私がお預かりしているお寺でも、永代供養、墓じまいの相談が増加しています。それぞれにおうちの事情があり、どれが一番良い形なのか、いつも考えさせられます。命をつなぐということは、生きている私たちが、できる範囲で先人の思いや行いを共有し、それぞれの場所で実践することではないでしょうか。一つの葬儀を通して、さまざまなことを感じることができました。鳥取県梅王寺住職、倉滝英信さんの、命をつなぐ、でした。続いて、お知らせです。この番組のご意見、ご感想を、郵便番号683-0802、鳥取県米子市東福原 1-1-22-402、 曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方には、この番組の冊子今日の心私の心法話集を差し上げます。次回は広島県天寧寺住職緒方真斎さんの一期一会というお話です。この番組は中国管区教化センターがお送りしました。